おはようございます、ハリヌです。あのチーズケーキで紹介したあよさん覚えてますか？今日はね、朝からインスタグラムでそのあよさんからボイスメッセージが入ってたので、モーニングアイアだったんだけど、その内容が結構ねガチな内容だったので、俺もみんなにね拡散しようと思って動画撮ってます。っていうのもね、今ね韓国の犬肉農場から24匹の犬が日本に保護されたらしいじゃんね。で、その里親を探してるらしいんですよ。他の国でも食べてるらしいけど、韓国もバリバリ犬食っとって、その犬肉の処理方法がめちゃくちゃ残忍らしくて、なんか今回保護した犬肉農場での処理方法っていうのは、口でバーナーを炙られたりとか、まあ考えんでもわかるぐらい残忍じゃん。で、今1頭里親が決まって福岡に行ったらしくて、12頭が山口県におって、11頭が佐賀県におるだって。なので、その23頭の里親を募集してます。で、この動画見た人の知り合いとかに、私の知り合い犬飼えるよとか、あ、私飼えるよって人でもいいだけど、おったら、あよさんのね、リンク貼っとくんで、あよさんに連絡してみてください。で、しかも、韓国ではなんか、犬を痛めれば痛めるほど、痛めるって痛める方じゃなくて、痛めつければ痛めつけるほど美味しいっていうなんか、迷信があるらしいじゃんね。ちょっと考えられんだけど。だけど、その迷信のせいでめちゃくちゃ残忍なんだって。多分で、そのなんか犬肉自体を廃棄したいっていうなんか、ね、団体の方たちがすごい頑張って動いとって、今回の運転手も動物保護のドキュメンタリーとかの映画監督をやってる北田さんっていう人が運転しとったらしいんだけども、750キロも運転したって、その人は。で、日本ではあんまりその犬肉の保護の犬たちが来ることはないだって。アメリカとかカナダはなんかその数週間で受け入れ体制が整うらしいんだけど、日本は半年以上かかるもんで、あんまり混んだって。で、あと1頭に10万から30万かかるらしいじゃんね、その犬の空輸に。なのでなかなか混んだけど、でも今回のこの犬肉の里親募集で、日本もその受け入れ大国の一つになればいいなっていう考えらしい。まあ俺もね、朝見た分であんまり詳しくないもんでわからんだけど、とりあえずね、気になったらあよさんにまず連絡してみてください。で、うちからディズニーランドまで300キロぐらいあるんだけど、そのめちゃくちゃ楽しい気持ちでね、今から旅行だって思ってもめちゃくちゃ遠いわけよ。車で行ったことあるんだけど、めっちゃ遠いわけよ。俺あんまり運転好きじゃないし。だもんで、この750キロっていうのはどやばいし、めちゃくちゃ莫大な金額がかかってる。1頭30万で24匹なので720万円ぐらい、それくらいかけてもどうにかして保護したいっていう熱い思いの人たちが保護した動物だもんで、ぜひね、里親に引き取られて、でもね、なんかそういう遊び感覚とか、ちょっと飼ってみたいなっていう感覚じゃなくて、なんか本気で愛してくれる人、本気でその保護された犬たちを愛してくれる人募集してます。でも最近は韓国で犬肉牧場も閉鎖されてるらしいんだけど、結構その閉鎖されたことによって行き場がなくなった犬がいっぱいおって、その受け入れ先が見つからんと安楽死されちゃうらしいじゃんね。なのでね、ちょっとでも犬とかかわいそうだなって思ったり、私ん家帰るよとか、私の知り合い帰るよっていう人。あ、で、犬種だけど、中型犬から大型犬らしいです。なんか写真はね、俺まだ持ってないもんで、ほんと写真も気になったらあよさんに連絡してみてください。あよさん丸投げになってしまってごめんなさい。でもね、ちょっとでも俺も力になれたらなってことで今動画撮ってます。でも善は急げってことで早く投稿したいもんで、ちょっと、編集とかもね、あんまりしとれんかもしれん。でもとりあえず見てくれた人ありがとうございます。あと犬猫のそういう保護活動があるよっていうことだけでも知ってくれたら嬉しいです。バイバイ。